去年は楽しかったですか？ルナは12月9日に活動してまだ1ヶ月経ってないんですけど、まあ楽しかったですね。で、今日は今年初めての動画なので新年の抱負を言っていきたいと思います。新年の抱負はザカ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 じゃん、チャンネル登録者数50、100万人夢は大きくね、大きく追っていきたいと思います。夢は大きい方が追ってる時楽しいしね。皆さんいつも応援本当に本当にありがとうございます。今年もよかったらついてきてくれたら嬉しいです。それでツイッターの方でルナちゃんにやってもらいたいこととか、これ紹介してほしいとか、このゲーム楽しいよっていうのがあれば気軽に言ってください。あと気軽に絡んでください。ルナ友達感覚で見てほしいなって思います。なんか動画見て、おルナじゃん、おルナじゃん、ルナが投稿してんじゃんみたいな感じのノリで来てくれたら嬉しいです。みんな友達、みんな友ってことはだよ、チャンネル登録者数100万人ってことは友達100万人できるってことだから、やばくない？友達100万できるからやばくない？ YouTube でルナの動画再生して、あ、これ俺の友達みたいな感じで言っていいっすよ。友達だから、みんな友達だから。あと、なんで YouTube 始めたのっていう質問があるんだけど、まあ、ぶっちゃけ言うと楽しそうだったからっていうのが答えかなと思います。最初の挨拶の動画の時にみんなを笑顔にできる YouTuber になれたらって言ってたんですけど、ぶっちゃけルナ楽しめないとみんな楽しめないと思うので、もう心の底から楽しんで動画を撮ってみんなでシェアしていきたいと思っております。ルナが楽しかったらみんな楽しいという思考でやっていきたいと思います。へけ。あと動画更新遅くてごめんなさい、目標週3投稿頑張ります。遅くて週1頑張ります。ネタはたくさんあるんです、ネタはたくさんあるけど頑張ります。それではまた見てくださいね。良いお年を。チャンネル登録お願いします。こそ。